今日もご覧いただきましてありがとうございます。柳家三之助でございます。2021年の大晦日ということで、暮れのご挨拶動画撮ってみようかなと思って録画ボタンを押しました。ここは私の自宅でございますけれども、今年もですね、コロナ禍ということで私たちの商売はなかなか大変でしたな。定期的にやっている全国の会は南の方はなかなか行くことはできなくて、まあ南九州だと宮崎、これは2回ちゃんとやれたんですけど、あとは北海道札幌ですね、それから函館、あとは東京の会はなんとか11月に1回やれたのと、高崎の会は無事に3回かやれた。でも他のところはですね、ほとんど中止というか、そもそも計画も上がらなかったというような1年で、大変でしたな。でそんな中で、まあ、いくつか動画を、YouTube の方へ上げたり、あるいはそういう落語会を収録して皆さんに有料で見ていただいたりとかっていう活動が主になりましたがね、2021年、今振り返るとそうだな、もっと仕事したかったなっていうような気持ちでございます。でもまあそういう中でもお客様にはいろいろ助けていただきましてね、三のスクリプションなんという、月額有料サービスを始めました。そういう方に、まあ、毎月毎月、動画などを見ていただきながら応援をしていただくというそういうこと、まあ、そういう方もいれば毎日私のアプリで、私の動向をですね、知っていただいている方もいらっしゃるでしょうね。時々 SNS を覗いてるよっていう方もいるかな。そうかと思うと私が書き込むと通知が来るよなんという設定にしてる熱心な方もいらっしゃるでしょうね。時々ホームページを覗くくらいですという方もいるでしょう。まあそれぞれの温度で、1年間本当にありがとうございました。来年こそはっていうことをもう声を大にして言いたくもなりますが、どうなりますかね。わかんないんですよね、こればっかりはね。でもまあ相変わらずこういう動画の活動とか、そういうことは続けていこうと思っておりますんで、 YouTube チャンネルぜひ、登録と高評価ボタンですね、これをよろしくお願いいたします。その他にもまあホームページとかね、アプリとかいろいろやっておりますんで、よかったら来年もお付き合いくださいということで、大晦日皆さんへのご挨拶でございました。月並みでございますが、皆様来年も良いお年をお迎えください。